チョムカトーのラストチャンス、チョムカトークエクストラステージ、はい、ということでですね、はい、2月の、はい、チョムカトーのラストチャンス、チョムカトークで余ったートーク、トークが、はい、1個ずつワードが入ってますね。チョムワードと山内ワードありますので、はい、最後にやっていきたいと思います。はい、大丈夫？余った？余った。飲まれましたよ、100円。あれ、2個の200円飲まれましたよ。ラスイチは飲まれやすいんですよ。めっちゃ飲まれた。あ、ちゃんとガーって入れた方がいいんじゃないですか。はめた方がいいんじゃないですか。はめた方がいいんですか。うん、揺らしてはめるって。結構ガッチリはまってますもの。はい、俺が今まで何回。マジで何回課金ガチャ。じゃあ、ほら、下の方。下からいきましょう。これは触れって触れってでももう次の次ぐらいで来るはずですよ。うわうわうわ、次の次で200円また飲まれるんだ。いやだからもう何しよう、あと100円で終わる。マジで400円あるよ。あれ大丈夫かな。ダメですダメ、マジか俺。しかもあれだろ、くだらねえ、なんかはい、くだらなさそうなテーマだったら嫌だな。そうですね、ありますからね、はい、そういうことも。はい、よし。よし。まあ、これがお店だったらね、おばちゃん寄せてっつって開けてもらってこう、うん、それは済む話なんで。まずこの状態になる前までにね、ちゃんとガチャの補充をしてますきっと、本物のガチャ屋さんは。いいですよ。はい。はい、ゲームのスーパーレアが出るまで頑張る方とかいます。出た、はい、さあ、いいワードであればいいな。そうですね、結局いくら使った。今、1、2、3、400円で売ったんですかね、俺。どうなの、ジョムワード、はい、アトラクション安い方。アトラクションが安い方、うわ、なんか悲しい。アトラクションの安い方ですか。なんでしょうね、あのアニメとかラノベだとなんかほらエリートクラスと庶民クラスがあって、うん、修学旅行とか行ってもその庶民クラスの人はあっちで安い方ねみたいなっていう主張よくありますけどね。あ、はい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 。なんだろう、実際に安い方のアトラクションってあるのかな。安い方がある。ああ、そう、同じアトラクション内でってなるとなかなか難しいかもしれませんよね。うん、シーンっていうなら、あのほらよく観光地にある記念写真であのこう顔出すやつあるじゃないですか、うん、あれっていいキャラと微妙なキャラの顔出しありますけど、あれ微妙なキャラの方実質安い方だと思ってるんで、なんかやり直しを要求する人とかいないですかね。なんか一、うん、人が坂本龍馬なのに一人がなんかこうよくわかんない、こうマグロみたいな魚の顔を出す方になると、あ、甘んじていいのかなと思って。別に無料ですから基本無料ですから、安い方じゃないです、安い方ないですからね。安い方のアトラクション、アトラクション安い方、例えばバンジージャンプとかあるじゃん。バンジージャンプだ、はい、あれもさ、上から落ちる、まあ、ノーマルバンジーとか、はいはいはい、逆バンジーとか、はいはいね、横バンジーとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、あれもなんかあれかな、違うのかなとは思いますけどね、はい、まあ怖さで言えばどっちが怖いかはちょっとわからないですけども、はい、俺らによって命綱が変わったら嫌ですけどね。なんかまあまあ、うん、チョムさんがワンオムとかな。ワンオムで80円しかないからやっていいですかとか、ワンオムみたいなね、あるかもしれません。チョムさんによって変わるってあるかもしれないですね。あるかも、あー、嫌ですね、安い方の方に、安い方、お化け屋敷の脅かす人やる気ないとか一番悲しい場所なんですよね。あー、チョム来たから適当でいいやってなんか遠くからちくわとか投げてもらえたから、ちくわでびっくりはしねえわ。せめてこんにゃくにしとけよって。あるね、あるじゃん、チョムさん、それあるじゃん、それは、はい、チョムさんの意見もいっぱいあるさ。まあお店に関してはありますね、あのアトラクションって言いますかね、人がやるお店とかだとこっちからかなり言わないと温めてくれないとか、なんかこう特定の店員さんなんですけどね、まあたまに行くね某コンビニの特定のおばちゃんの店員さんがね、本当に俺来た時だけめっちゃ動きがスローモンになって、あ、はい、それはあれじゃないの、チョムさんと一緒にいる時間を少しでも長くしたいから、はい
ゆっくりしてんじゃないの。そう、あ、そう考えるとめっちゃなんか逆にときめいてきました。おお、だからチョモさんもバババッとね、あの、はいはい、早くしてチョモさんを返したくないから、はい、あ、わざとゆっくりわざと。そうだったのか。そうだと思うよ。何回言ってもお弁当も温めてくれない。うん、だもういっぱい話したいから。話したいんだ。うん、そうだよ。かった。そんなわけねえだろ。嫌われてんだろ。というわけで、アトラクション安い方の話でした。ありがとうございます。